韓国の皆さん、こんにちは、リードデザイナーの鈴木武夫です。ファイナルファンタジー14では、キャラクターや、背景のデザイン、あとはアニメーション、カットシーン、あとは VFX など、グラフィック全般の、監修をしています。ファイナルファンタジー14に、注目していただき、ありがとうございます。皆さんそれぞれ、バトルとか、クラフトとか、あとはまあストーリーとか、まあ、いろいろ期待しているものがあるのかなと思うんですけど、まあグラフィックもこうすごい頑張ってて、世界のそれぞれにデザインが、いいデザインが散りばめられているので、まあ、ぜひそういったところでも堪能してもらえたらなと思います。ファイナルファンタジーシリーズは、毎回グラフィックに力を入れているんですが、今回のファイナルファンタジー14もグラフィックに大きく力を入れて作ってきました。ファイナルファンタジー14は MMORPG という、ゲームなので、プレイヤーの皆さんがいろんな表現をできるようにっていうのを一番重視して、作ってきています。なので、選べる種族とか、あとは種族の仕草とか、あとは連れて歩けるミニオンとか武器とか、洋服装備品など、そういったところに大きく力を入れてます。なのでキャラメイクするときはぜひそういったところに注目してもらいたいなと思ってます。あとは、キャラメイクした後に、ゲームの中にこう一歩入ってみると、背景や VFX などに力を入れて作っています。実際にありそうなこうデザインと、あとは不思議な要素っていうのをこ うまく組み合わせてファンタジックなこう世界を構築してますので、ぜひ世界の隅々見てくれると嬉しいです。ゲームに入ってこうエオロゼアの世界っていうのは、荒野とか海とか、まあ、森とか雪山とか、まあ、いろんなこうフィールドが用意されてるんですけど、自分が一番好きなのは海と草原があるラノシアっていう、こう地域で、そこにあるコスタデルソっていうのが、おすすめです。結構こうリゾート地っぽいこう風景が広がっているので、なんか戦いに疲れたなとかっていう時はこうそこで一息ついてくれたら嬉しいなと思います。はい、次のインタビューですよね。そうですね、グラフィックチームが一番お世話になってるのは、まあ、やっぱりこの表現をこう作れるかどうかってプログラマーにかかってるんで、まあ、プログラマーの皆さんには結構お世話になってるんですね。で、まあ、それを統括してくれているこう春田さんにぜひバトンタッチしたい